原浩二186センチがバスケ選手と並んだ結果を。化け物かよ。今年 NBA デビューしたウェンビーとか NBA 内でも頭一つ抜けてるのすげえわ。230センチくらいあるんかこいつ。上原さん大谷投手よりも大きいですね。首どうなってんねん。これを高いところに食べ物があったらこいつばっかり繁殖するで。主張すぎて気持ち悪いレベル。よく見や足もでかいなぁ。太さと長さを両立した素晴らしい首。上原この人が大谷のフォームで野球やったら60本打てた。上原がサバ読んでなかったら240はあるな。未来のアスリートってみんなこんなんばっかになるんか。2メートル31センチだそうですわ。リプランで顔の大きさいじられてブチ切れてるの草生える。リプで顔の大きさは上原の勝ちって煽られて急に真顔になる。こいつの余裕のなさ。自分は他人を煽りまくってんのに。ここまで乳首が目立ってるコメントなし。登録お願いします。